ヤンキードゥール、ヤンキードゥールはアメリカ合衆国の民謡で独立戦争時の愛国家である。1978年にはコネチカット州の州歌に採用された。日本ではアルプス一万尺の大の訳詞、歌詞の内容は無関係で知られている。楽曲、歌詞のルーツについては不明な点が多く、オランダの北アメリカニューネーデルラント植民地における 小作農たちによって、小麦などの収穫時に、ヤンキー・ドゥードルの原型となる曲が歌われという記録も、ある。また、一説によれば、イギリス人医師リチャード・ショック・バラ、シャックスバーグ、リチャード・シュック・バーグ博士が、フレンチ・インディアン戦争の際、イギリス軍を応援するために集まった、植民地軍の服装や装備がバラバラだったので、それをからかって作詞したとも言われている。 ヤンキーとは、イギリス軍が、その植民地やアメリカの軍隊を指して使った言葉で、ドゥードルとは、間抜けといった意味である。イギリスでは1775年のロンドンで、フレンチ・インディアン戦争中のヤンキー、アメリカ人が、臆病者のくせに山市であるというニュアンスの、無別的な歌として紹介されている。しかしその意図に反して、植民地の住民はこの歌を好み、 アメリカ独立戦争が始まると原曲とは、正反対の繁栄的な替え歌を作った。自分たちの愛称家として、戦いの様々な場面で歌い、無数のパターンの替え歌が生まれた。そして最終的には独立戦争の愛国家として、親しまれたのである。替え歌には上官をこき下ろすものもあり、総司令官だったジョージ・ワシントンさえもその対象になっている。 1853年7月8日、アメリカ海軍のペリー提督が東インド艦隊を率いて横須賀の裏側に到着、黒船来航。7月14日、アメリカ大統領フィルモアからの新書を江戸幕府の代表らに手渡すため、栗浜に海兵隊と共に上陸した。その際この曲が音楽隊により上陸時の更新曲として演奏された。 現代の日本では、法政大学や日本の高校野球の応援団が、野球応援のチャンスパターンの一つとして、よく使用している。なお、高校野球では、群馬県代表、気流第一高校や滋賀県代表、大見高校など、勝利をつかむぞ、の演奏が、特に有名となった。プロ野球においても、当時阪急ブレーブスに所属していた、福本豊の応援歌で使用され、 福本の引退後にオリックスブルーウェーブに入団した一郎の応援歌として歌詞を変更して使用された。一郎の後この曲を流用された選手はオリックスバファローズとなった現在まで存在しないが、ブレーブスブルーウェーブ復刻試合等では福本や一郎の復刻応援歌として、また交流戦で主に金子千尋投手が打席に立った際に演奏されることがある。J リーグ 松本山宮美 FC は勝利後に選手とサポーターが一緒になって勝利のダンスとしてこの曲を踊っている。この曲のメロディーはコマーシャルソングに使用されることがあり、カメラの北村、毎日新聞、なるほどリバン、スーパー玉で、1990年代に、ブルボン、ミルル、カンダやカバン製作所、カルチャ、ランドセル、長野トマト、特選のめたけ茶漬け、歌、 内山や二ロッテ、って、パイのみ、2010年代にプロクターギャンブル、ファブリーズ、2012年には、ニトリ、2015年には、ガスト、チーズインハンバーグ、2017年には、味の素、アクアソリタ、大阪ガス、ミルピコポーズ編、2018年には、バイトル、カフェブティック着ぐるみ編、小学館集営者プロダクション、プチドラゼミの CM に起用されている。 お笑いタレントの小島よしおが新たな歌詞をつけて、よしおのアルプス一万尺として歌っている。2011年1月26日発売の DVD、小島よしおのギロスチョピ前へ前へに特典映像として収めむされ、2016年7月27日発売の CD、よしおの歌にも収録された。ヤンキードードルと呼ばれるコンピュータウイルスがある。 この曲を演奏するという発祥形態に由来する命名で、現在のマルウェアデータベースでは、オールドヤンキーとバッチナという二系列に分類されている詳細は中のリンク先を参照。いずれも IBM PC が前提のため、PC-9801 上では感染するが、発祥しようとすると暴走してしまい、演奏を聴くことはできない。また、 当時日本でウイルスの調査を行っていた日本コンピュータクラブ連盟はその名前が音楽のことだとわからず日本の不良を指すヤンキーのたまり場という連想からエビス橋と訳、命名したヤンキードゥードルを原曲として日本語で登山にまつわる歌詞ねジンク形式が付けられたのがアルプス一万尺である作詞者は諸説あるが不詳 児童の手遊び歌としてポピュラーな題材の一つでもある。この歌のアルプスは日本アルプスのことで1万尺約3千3 0メートルはその高さを表す。一番の歌詞の小槍の上でアルペン踊りをさあ踊りましょの小槍とは槍ヶ岳の山頂標高3180メートルイコール1494尺付近にある岩である。ただし小槍は ロッククライミングの技術がなければ登れず、頂上も非常に狭いため、実際にそこで踊るのは不可能であって、元来は仲間内のコミックソングとしての性格が強いものであった。BR なお、この小槍の部分はしばしば小槍と歌われる小槍の上でが、これは誤りである。歌詞は全部で十九番まであり、槍ヶ岳から西穂高岳や奥穂高岳。 お高岳をめぐり、上高地へ縦走する内容となっている。この他にもかなり下品な人ン形式の歌詞が付けられ、様々な替え歌が歌われている。コーラス部分は、ランダララ等とスキャットするのが通例である。木地を打つは、登山仲間における隠語で、その姿から雇用をすることを指す。小木地を打てばは、槍ヶ家の尾根が、高瀬川、梓ず川の分水嶺であることを歌っている。 また、花を摘むはのぐそを意味する。NHK のみんなの歌では1962年8月9月に放送。編曲は石丸博し、歌は東京少年少女が招待、映像は実写だった。9年後の1971年8月から9月に再放送されたが、リメイク版化は不明。グッチユーズとグッチーズの歌唱、演奏、名義は、 デーブ・パープルで、ハイウェイスターのリズムに乗せた、アルプス一万尺、ハイウェイスターという作品があり、CD アルバム、ハッチポッチステーション、ベストオブ、江戸川サリバン賞に収録されている。2018年発表の魔法少女になりたいの楽曲、スタート、アニメ、パズドラエンディングテーマ、作詞、魔法少女になりたい、アダルト優君、作曲、ウィビトンは、 本楽曲をモチーフに制作された。鹿児島県の同様に、茶碗虫の歌というものがあり、ヤンキードゥードゥルの替え歌と言われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。